札幌ドームからお伝えしてまいります。北海道日本ハムファイターズ対千葉ロッテマリーンズの一戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、今日もたくさんのお客さんが入りました。プロ野球選手冥利につきますよね。そうですね、たくさんのファンの方の声援が選手の力になりますから、こういった球場の雰囲気をいつも作ってほしいですね。そうですよね。さあ、そしてバッターボックスには太田が入ります。まあ、しっかりいいところで回しましたね。さあ、チャンスが続きます。まあ、この場面でしっかり追いついて勝機を伺っていきたいですね。なるほど、そうですね。初球は見てきました。この打席ゴロを打たすようなボールには左方向、これは大きい、切りました、ファウル。フェアならば同点かというところでした。空振り三振、前にボールを飛ばせません。ツーアウトになっています。ランナー二塁一塁はそのままです。さあ、まず1球目、初球はストレート決まっています。インサイド打った、高いバウンド、一塁アウト、これでスリーアウト、試合終了。惜しくもあと一歩及びませんでした。日本ハムファイターズ痛い敗戦となってしまいました。西さん、結局最後まで投打が噛み合わないままゲームセットになってしまいましたね。まあ流れとしてはね、悪くないんですけどもね、もうちょっと打線がね頑張ってほしいなと思いますけどもね。明日以降ぜひそのあたり期待したいところです。勝ったマリーンズ、接戦をものにしました。一方のファイターズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはファイターズ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで札幌ドームから失礼いたします。